どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、ミクシーさんの会社訪問企画ということで、ミクシーさんの人事の川原さんにオフィスツアーをしていただこうと思っています。川原さんからご紹介お願いします。はい。図形大学2院卒の高橋です。ミクシーで新卒採用担当グループのリーダーやらせていただいております、川原由紀と申します。本日はいっぱいご紹介できたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。36階が全部会議室になってるんですけど、これからその中でもすごく人気な設備の整った会議室を紹介させていただきます。こちらになります。そうですね、84インチの、モニターになっております。天井にですね、マイクとスピーカーも内蔵されてまして、どこからの声も拾えるようになっているので人気の会議室になっております。ここの音でも拾えるってことは、会議とかでどこのスペースに座ってもリモート会議ができるっていうことですね。そうです、座席と呼ばれる席に座っていても声を拾えるようになっています。すごいですね。こちらホワイトボードですか？あ、そうです。ホワイトボードになってますので、メモを取りながら会議することも可能になっています。になっております。毎日ですね、サンプルのメニューが表示されておりまして、月曜日から金曜日までビュッフェ形式になっておりますので、それぞれのメニューがこちらに記載されております。社員は自由に取っていって 1g 1円になりますので、取ったグラム数の金額をお支払いするような形になっています。こちらカフェスペースということで、アイロベコーヒーというお店が入ってまして、福利厚生でかなりお安く美味しいコーヒーが飲めるようになっております。こちらのスペースで、ご飯も食べたりできるということですね。そうですね、こちら全部フリーになっておりますので、おのおのここでご飯食べたりとか、コーヒー買って飲んだりとか、休憩したりしてるスペースになっております。めっちゃおしゃれ。ありがとうございます。続いてサウンドスタジオの紹介をいたします。じゃあ、お願いします。はい。すごい。めっちゃすごいです。こちらコントロール室になっておりまして、ここでエンジニアの音の編集や収録などを行っております。すごい、すごいですね。でゲームの音声が収録してる。はい、そうですね、ゲームの音声の音も収録しております。ネットとか、はい、なんかラジオスタジオが社内にあるみたいな感じなんですね。そうですね、実際中のブースもご覧になっていただければと思います。こちらが実際のブースになっております。実際声優さんがいらっしゃって声の収録や、音の歌の収録であったりとか、音楽の収録などもしております。こちらは何のスペースですか？こちら撮影スタジオになっておりまして、こちら配信しているモーストニュースなどはこちらで撮影をして配信を行っております。めっちゃしっかりしてますね。めっちゃしっかりしてる。だってこれは照明ですか？上の中に。あ、そうですね、はい。照明こんないっぱいあるんですね。じゃあ音が全然反響しないというか。そうですね、もう密閉空間になっておりますので、撮影できるような設備が整っております。シュンダイヤリーここで撮りたいですね。ここ密閉空間で音が漏れないということなので、僕がめっちゃ大きい声出すので、ちょっと聞いてもらえてもいいですか？わかりました。はい。はい、3、2、1。1ミリぐらい。かすかに、かすかに。あんまりでも大声出すことは基本ないので。それでは次に現役社員の方にインタビューしていきたいと思います。はい、モンスト事業本部マーケティング部におります谷口と言います。モンストのリアルイベントを担当しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっと詳しくまた聞きたいんですけど、せっかくなのでちょっと移動しましょうか。はい、ありがとうございます。はい、今お仕事されたと思うんですけど、どういう仕事されてるか簡単にお聞きしてもよろしいですか？はい、先ほどリアルイベントっていうふうに言ったと思うんですけど、リアルイベントって言われてもちょっとよくわからないと思うので、ざっくり、3つぐらいあるかなと思ってて、1個目がさっき言ったその企画、そのリアルイベントの中でどういったコンテンツを、やるのかっていうところを企画するっていうのと、もう一つが運営って言われるような仕事というか、ものがあって、実際にじゃあ当日企画したものをやるために、どこに何人配置してお客さんを迎えるのかとか、基本的なところ行くと、会場をどこにするのかとか、気づきはどこにするのかみたいなところだったりとか、実際のやる上での必要なことをやるみたいな、そういうのを考えるみたいなところと、最後がさっき言ったそのコンテンツっていうのを企画した後に、それを届ける上で知ってもらわないといけないと思うんですね。そうですね。なので、それを、どういったところに、どういうふうに情報を出したら、ユーザーさんに伝わるかなっていうのを考えるでしょう。この3つぐらいがあったかと思います。これまで企画したものの中で具体的な事例とかって教えていただけたりしますか？新卒で2年目の時に、担当したモンスターストライクオーケストラっていうものがあるんですけど、それが具体的には今から挙げられるかなと思います。実際の映像とかって見せてもらったりしますか？あ、いいですよ。
画とか思いとかされたんですか？そうですね、はい、どういったコンセプトにするかというところから、はいはいはい、2年目でこんな大きなイベントに来ることすごいですね。そうですね、僕も最初あの任せるよって言っていただいた時はびっくりしましたね、うん、はい、すごい大きなイベントなんですけど、そうですね、若手でもそういう大きな事情とかって任せてもらえる文化っていうのがミキシさんにもあるんですか？それは あるというふうに思いますね、うん、入社前もそれを期待して入ったっていうところですけど、うん、入社後も全くギャップなく任せてもらえるっていうところがあって、うん、自分で当事者意識を持って、はい、こういうことがこういう理由でやりたいんだというふうに声に出していれば、うん、じゃあ任せてみるよっていうふうに言っていただける、うん、あの会社なのかな。普段の業務で工夫されてることって何ですか？僕たちの会社が、うん、ユーザーサプライズファーストっていうものを掲げてまして、それはすごく大事にしているので、うん、どうやったらユーザーさんが驚いてくれるだろうかっていうことを、うん、意識して仕事をしています。これまでに大変だったこととか苦労したことがあったら教えてください。ユーザーさんに驚いてもらうためには、うん、去年と同じことをやっていてはダメだというのがあるので、うん、今までやっていたことと変える必要があるんですね、うん、ただ変えるってなると成功パターンみたいなところをある程度壊すというか、新しく作り上げていくっていうのがあるので、ある程度やっぱり恐怖もあるんですよね。怖いですね、プレッシャーとかも。そうなんです、せっかくやっぱりうまくいっていたものではあるので、うん、あえてそことはまた違うものを届けていこうっていうのがあると、やはりその当日までうまくいくんだろうかって言ったりとか、うん、そういったところも不安だったりとか、うん、プレッシャーだったりとか、うん、そういったものと戦うのはあったりするかなと思います。楽しいですか？そうですね、当日、お客さんが楽しんでもらえている様子ですとか、そういった様子を見るとやっぱりやりがいというか、充実感みたいなのはあります。じゃあお仕事中にもかなとインタビューさせていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。続きお仕事頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。続いてはコロナマン事業部の角田さんにインタビューしていきたいと思います。はじめまして。あ、こんにちは。少しインタビューさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、もちろん。ありがとうございます。今どんな仕事されたんですか？私はスマホゲームの共闘言葉 RPG コトダマンっていうゲームで、はい、アニメ作品とのコラボイベントの企画とかプロデュースだったりを担当しています。最近で一番印象に残っている仕事をしていただいてもよろしいでしょうか？昨年実施した、とある作品とのコラボイベントなんですけれど、はい、そのアニメ作品がちょうど原作が20周年で、はい、そのタイミングで、アニメ会社さんと協力して、半年前から準備を重ねてきました。はい、10年前の作品というところもあるので、はい、ファンの方が作品を思い出してくれるような、試作が打てたらいいなと思って、こういう内容を詰め込んだツイッターキャンペーンとか実施したんですね。はい、キャンペーン開始するかぐらいでも、日本トレンド1位で。すごい。で、その時、やったと思ったのが、知って、スピラルマーケティングっていうのを大切にしていて、人から何かを勧められる、それがより身近な人だから勧められると、文化も思いますね。僕とかでお金かけたら取れるかもしれないっていうのも、そういう人から勧められたりとか、そういったユーザーさんってすごい長く言葉まで遊んでくださるユーザーさんかもしれないですし、今回のコラボイベントで日本トレンド1位とかって取れたのも、やっぱり本当にユーザーさんとか、ファンの方とかが見たかったものとかを、真に追求して、作り上げたことで、人に教えたくなる、勧めたくなるようなものを作れたから起きたんじゃないかなというふうに思っていて、コラボイベントを実現できたことが本当に嬉しかったし、メールマーケティングのすごさ、すごいちゃんとできたなって、一番実感したような気がしました。石井さんに入られて一番良かったなって思う瞬間とかだったりしますか？他でも本当にチャレンジさせてくれるところがいいなって思っていて、私は就活の時、その時に歴史の人事とかサイトとかに、チャレンジする人にはチャンスがあるっていうのがそう書かれてたし、言われてたんですよ。実際、それを信じて入社して、むしろもう上げなくてもチャンスが私のあれくらいね、今回になられてきたりもしましたし、私はもう結構若いうちからバリバリやりたいなってすごい思って、その会社を選んだと思います。そこはすぐに人がなくて良かったですね。角田さんが一緒に働きたい人ってのはどういう人ですか？人として自立であることとか、温かいことっていうのは本当に大事だなというふうに思います。会社に入ってみて、私は一人で何かを成し遂げたっていうのって本当になくて、デザイナーだったり、エンジニアだったりとか、いろんな人たちが自団結して、やっとリリースできる、お客さんに届けられると思うので、すごくね、やっぱり社内のコミュニケーションって本当に大事だなと思っていて、そういう人として温かい人とは一緒に働いてみたいなっていうのは大前提としてありますかね。じゃあ、ありがとうございました。お仕事頑張ってください。お願いします。どうでした？いや、緊張したんですけど、さっきの方もそうだったんですけど、この大学生の私にも目を見て、その親身になって話してくれて、すごい温かくていい方だなっていうのが伝わってきたので、今後もそこから一緒に働かせてくださいっていうふうに思いました。じゃ、続いては千葉ジェッツ船橋の田中さんにお話を聞いていきたいと思います。まずは、すみません、少しインタビューさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。
私個人的に千葉ジェッツの試合結構見に行ってていろいろ話聞きたいんですけど、はい、まずなぜ千葉ジェッツに出向されることになったんですか？もともと自分入社して半年ぐらい経った時に、はい、ちょうど千葉ジェッツが力士グループに上院したっていうタイミングで、はい、まだまだいろいろとこう整備しなきゃいけないところが、うん、まあ、あるっていうところで、まあ、誰かいけないかなっていうところじゃないで、はい、話があって手を挙げていった形ですね。具体的にどんなお仕事をされてるんですか？はい、今はそのマーケティングの戦略と、はい、まあ、実際の実行の部分をやっていまして、うん、具体的には千葉ジェッツは2年後に新しいアリーナができるんですね、はい、今のアリーナからまたキャパも2倍ぐらいになるので、お客さんというか、はい、あのファンも増やしていかなきゃいけないなというところで、はい、まあ、それでファンベースを広げるっていうところをメインに仕事してます。千葉ジェッツに入られてから苦労したことってありますか？はい、まあ、出向した直後は、はい、やっぱ組織の文化も違って、実はみんなでゴミ拾いとかゴミ出しをするし、はい、お客さんが来客されると全員で立って挨拶とかするんですね、はいはいはい、あとその試合の準備も、うん、まあ、全社員で準備したりするっていうものもあって、はい、なかなかあの経験したことがあったので、はい、その状況も、はい、まあ、初めはあのびっくりしたりしましたね、うん、あとミクシーだと先輩が細かく教えてくれたりとか、うん、あのマニュアルが整ってたりするんですけど、うん、あまりそんな感じでもなくて、まあ、背中を見て覚えるみたいな感じが、まあ、強かったりもしたので、うん、分からないことだらけで、うん、あの結構大変だったなっていうところがあります。今後挑戦してみたいこととかやってみたいことなんかありますか？まずはその千葉ジェッツを集客とか、うん、はい、いろんな面であの日本一位にするというのが、まあ、まずはそこですね、はい、今まだ NBA とも日本 B リーグも差があるので、うん、まあ、その世界からも注目されるようなところまで、まあ、持っていきたいなというのが、まあ、直近考えていることで、うん、まあ、あと中期的には個人的にその事業責任者として一つ事業を任せてもらって、うん、まあ、やってみたいなっていうのもあるので、うん、ジェッツがそれぐらい規模にいけば、うん、まあ、次は一つ事業を自分で持ってやってみるっていうところですし、うん、キャリアの長期的には、まあ、その自分が責任者となった事業がまたミクシーの その新しい柱ぐらいになる、うん、あの規模まで大きくなっていくところまでいけるといいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。仕事頑張ってください。はい、はい、自己紹介していただいてもよろしいでしょうか？現在ですね、次世代エンターテインメント事業本部事業開発部に勤めている萩原亮太と申します。よろしくお願いします。今どんなお仕事されてたんですか？社長案件である全社制度の設計というところに対して携わっておりました。これと並行して今新規事業開発の方を担当しております。すごい、次世代エンターテインメント事業本部ってめちゃワクワクするのもあるんですけど、はい、どういうところを目指している組織なんですか？今の市場には存在しない新たなエンターテインメントの創出というのを目指している組織でして、はい、まあ、その中で現在は特にですね、スポーツベッティングの事業領域に注目していて、まあ、みんなでベッティングを通して一緒に楽しめる世界、うん、その世界の実現を目指している組織になっています。スポーツベッティング事業って競馬みたいな感じですか？それのオンラインバーみたいな感じですか？あ、そうですね、オンラインで例えば競輪だったりオートレースに対してベッティングできるというサービスです。岸井さんに入社された理由というのをお聞きしてもよろしいでしょうか？そうですね、入社した理由としましては至ってシンプルでして、はい、現在ですね、ミクシーの行っているディップスターを中心としたスポーツベッティング領域の事業、ここに対して大きなポテンシャルっていうのを感じたのが理由です。でそもそもその背景としましては、はい、入社前から国内のスポーツベッティング市場に対しては非常に注目していて、いや、なかなか大学生のうちからその事業に注目しないですけど、そういったスポーツベッティング領域において、例えば SNS ミクシーだったり、モンストによって培ってきたソーシャルの知見点を生かした上で行われているミクシーのベッティング事業に対しては、非常に面白そうだなって感じていたのが大きくて、で、そういったことを踏まえて、じゃあ自分もミクシーに入社してですね、ティップスターをはじめとした、まあ、スポーツベッティングの事業ってところに対して携わっていて、そしてそれっていうのをグロースさせていくことで、日本にですね、新たなスポーツベッティングっていうムーブメントっていうのを起こしていけたらなと考えていました。じゃあ、1年前で最もチャレンジされたことは何ですか？そうですね、1年前で最もチャレンジしたこととしましては、社長直下の新規ゲーム事業の立ち上げになっています、はい、比較的難度の高い業務ではあったんですけれども、うん、一部では自分がリーダーとして事業推進させていただきました、はい、具体的にはですね、例えばゲームのコンセプトの再検討っていうのを行った上で、はい、ターゲットペルソナの検討を行い、その上でですね、最終的にはユーザーインタビューを実施した上で、はい、カスタマージャーニーの作戦を担当させていただきました。裁量権が大きいですね。そうですね、比較的裁量権は大きかったりいただきました、はい。入社して8ヶ月ぐらい経過されたと思うんですけど、はい、どのような成長を実感されましたか？そうですね、一番成長を実感している部分としては対応力のところかなと思っていまして、うん、というのも私の所属している部署はですね、新規事業の開発に加えて、はい、例えば既存事業の支援だったり、はい、社長案件の対応というところも入ってくるんですね、はい、だからこそ、まあ、同時的に複数のタスクだったり業務というのを並行的に話していかなければいけない、はい、それに加えてですね、どんな状況下においても冷静に臨機応変に対応し、物事っていうのを前進させていく力ってのも求められます、はい、だからこそそういった対応力の部分っていうのは成長できたかなと感じています。なるほど、仕事中に僕からインタビューに答えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ってください、はい、ありがとうございます。失礼します。年の近い、はい、方にインタビューがかと思って、はい、どうですか？自分も同じように活躍できそうかなと思います。いやー、すごすぎましたね。1年目の力あんな再現を重ねたら私でも勝っちゃうと思います。ミクシーさんレベルが高いなと思いました。
今まで社員とインタビューされてきてどうでした？はい、人の温かさがすごい伝わったんですけど、やっぱり皆さんすごく優秀なので、自分でも入れるかな、活躍できるかなっていうのが少し不安なところではありました。そうですよね。はい、でも入社前に学生時代いろんな活躍されてる社員もいますけど、ミクシーとしてはこう将来的にミクシーの考え方に共感をして、事業を引っ張ってくれる人になってくれればと思ってるので、はい、入社してから研修もありますし、はい、先輩たちもサポートするので、はい、なんか頑張る意欲と、まあやり抜く力みたいなところを持ってさえいてくれれば活躍はいっぱいできるかなと思ってます。こういうことをやりたいとか、やってみたいって思ったら、そこに対して情報感度を上げていくことは必要だと思うので、そのあたりは就職活動の中でも一緒に伸ばしていけるといいかなと思ってます。ということで、川原さんにちょっといろいろ内容についてお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、じゃあ求める人物像について教えていただきたいです。はい、わかりました。そうですね、職種によって多少異なる点はあるんですが、共通して言えることは、当事者意識の高さとリーダーシップの発揮っていうところは求めています。ちなみにリーダーシップと当事者意識ってやっぱ分かるもんなんですか？分かります。はい、これまでの過去のご経験を聞いて、今どんな取り組みにどれぐらいこう当事者意識を持って取り組んできたかであったりとか、やり抜いてきたかであったりとか、すごい工夫をしてきたかっていうところからお伺いしてます。最後にミクシーさんが大切にしている価値観を教えていただきたいです。はい、もうこれは明確でパーパスの方にも掲げているんですけど、はい、ミクシーはやはりコミュニケーションカンパニーっていうところを大切にしておりまして、ただつながる機会の提供だったりとか、ただ売れそうなサービスとかではなく、心がつながる機会、歓喜とか興奮とか、あとちょっと温かい気持ちみたいな感情を豊かにするようなサービスを提供することで、日常的にこう驚き、幸せの驚きを提供していくっていうことを大切にしています。新卒の皆様にもこの考え方には共感をして入ってきていただきたいなと思っています。もう一つ大事にしていることがありまして、ユーザーサプライズファーストという考え方もすごく大事にしています。はい、これもそのパーパスを達成するための、大事にしている価値観みたいなものなんですけれども、ユーザーファーストでもなく、マーケティングファーストでもなく、ユーザーがやっぱり驚きを持てるかどうかっていう考え方もすごく大事にしています。めっちゃいいですね。今日実際に来てみて、もうオフィスめっちゃ綺麗で働きたいなって思ったのと、こんなにいろんな職種や仕事があるっていうのは知らなかったのでめっちゃ驚きました。もともとビジネスプランナー職いいなと思ったんですけど、もう他にもいろんな部署だったりつながるのも聞いたので、今度ぜひ社員訪問して実際にまた話を聞いてみたいなと思いました。なんかやりたいことが、ね、実現できる幅がすごい広いなっていうところはすごく僕も感じました。ありがとうございます。はい、ミクシーさんの情報であったりとかが、新卒採用ツイッターで情報提供されているということなので、ぜひ下の概要欄からフォローしていただけたらなと思います。あと、ミクシーさんの新卒採用の情報も下の概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。和田さん、今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。